いや、加谷哲夫資料館にやってまいりましたよね、池水さん。はい。これ池水さんは加谷哲夫資料館は何回か来たことあるの？初めてですかね。初めてか。いや、あるかもしれないですけど。これ SL がね、最近移転してきたらしいんですよ。そう。これ加谷駅のもうなんかほぼ同じ感じで、これも移転してるんですよ。なんかさっきこれ撮るっていうのがこれやって今気づいたわ。この信号ね、信号気づかんかったわ。車来ます。あ、はーい。これが加谷哲夫資料館でございます。お邪魔します。こんにちは。いや、先ほどもねお話聞いたんですけど、見てください、子供の日やから、これあの鯉のぼりがあります。はい。あ、前はね確かねこれだけあったんですよ。へえ、加谷哲夫、これは綺麗に保存されてますね。ハブさんって言うんですか。ちゃんとねこういう説明書きもあります。あのさ、声の出演 OK ですか。説明できないです。いや、ハブさんって何なの。これはあのハブさんといって、あの、はあ、衛星7巻の吉春さんの違うそれほんまに今 YouTube 流すわこれ何、このあの客車なんでこの赤線があるんですか。東京なんていうのか、う、JR でいうと新幹線のグリーン車、はいはい、普通車ってあるじゃないですか。で3等っていうのが今の普通車なんです。なるほど。で2等が今のグリーン車。2等のはないんですね。1等こっちはね、1等はないですね。1等はないね。基本的に今走っ、あの普通に乗れる分で走ってます、ね。これでも立派ですよね、この屋根もね。綺麗に作ってますね。ね、こっちは行政が立つと思ってたんでした。そうなの。ここで区分が違うんで、こっちだけ立派な屋根がついてて、なんかこのニュースになってませんでしたっけ。あ、なるほどな。それでこういうのついてたりついてなかったりがあんねや。こっちついてないでも、だからあれなんでしょうね、その民間の方々の有志でやってるもんなんかもしれない。有志の保存会がこっちやった。これでも屋根作るってこれのまま行くんですかね。行って仮かもしれない。なるほどね。やっぱり模型家の中の人は、はい、あの機械好きやからこういうの好きだよね。博物館行ったらしゃがんで見てるの知ってるじゃないですか。俺あの名古屋の鉄道博物館行った時もそれでみんなが盛り上がって、みんなで有志ね、で電車してんの見て同じ角度やのに、これもコンテナじゃん。これ、うん、あの国鉄のコンテナ。あ、確かにね、 JR じゃないですもんね。国鉄って書いてますもんね。国鉄から都鉄って書いてあるんだよ。はいはい。あ、これは行き先ですか。行き先じゃなくて、あの、はあ、見たらあのお客さんの都口からコンテナ乗せて、そのまま運びますよっていうのをアピールする。あと、これ線路ですね。あ、なるほど。一番端っこの、はいはい、あれは車止めですよね。そうです、車止めと、はいはい、あとあの枕木もある。あります。へえ、いいことです。まあ、なんかから入れる国鉄コンダでバリバリ入って、あ、お客様の椅子乗るとこです、ね、はいはい。あ、座り心地ちょっと硬いけど、まあまあええじゃないですか。長時間乗るのはしんだけど、まあ座る分は全然。ゆうとくん、ええよここ。あ、こっちの方が柔らかいよ。マジっすか違いが分かる男です。ほんまやな。おさたのいいね、その名前が出てくるのがいいですね。昔の、これは本物の切符。え、本物の昔の切符。これ記念切符もありますよ。あ、もう鉄道自体がないから、そういう記念で残ってる、うん、当駅より各駅に至る。なるほど。3等、3等で普通運賃です。あの漢字がそもそも今読まれない、読めないね。あ、でも一応東京市内になってますよ、右上。ね、横浜も旧字体やし。あ、え、あれ運賃ですか。運賃ですね。135ってまさか135円。135円、5000とか車が1000です。あ、大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。あの YouTube でまた後日アップさせてもらってよろしいですかね。 あ、 ありがとうございます。移転したのはいつなんですか。3月下旬ですね。28ですね。1ヶ月ぐらい前ですね。で、ちょっと今日一緒に来てる人の話では、あの向こう屋根があるじゃないですか、はい、でもう一個の方屋根がないじゃないですか。それはなんか管理区分の違いなんですか。そうですね、管理区分の違いで。なるほど。あのような感じになってまして、屋根がない方はどっちかというとこの有志の方々の、ね、資料館を運営しているような、なるほど、解説保存会のもので、はいはい、一応
日本感謝などは行政の茅町の管になるんですか。今の与謝野町ですね。あ、今は与謝野町って言うんですね。与謝野町という名前で了解です。これ昔のヘッドマークなんですよね。あれ準急単語って言って、はい、前平成8年までは急行単語として走ったんです。これちなみになんか音が聞こえるんですか。これがここを押されると押してもらうと。なるほど、なります。ちゃんとぜひどれか教えみてください。自由に。おお、すごい。そうなんですよ。これすごいですね。面白いですね。一応録音してるんですけど、ね、録音してこれ、これ生録音なんですかね。昔のどうでしょうね。僕もあんまり分かんないですけど。おお、なるほどね、うん、ということだそうです。これ茅鉄道資料館ってね、はい、模型館の中の人、はい、こう見栄えがあるというか見学しがいありますね。そうですよね。そうなんですね。ね、こう半日ぐらいずっと折れるんちゃいますか。鉄道好きな方入れると思いますよ。僕も好きなんで、ね、ああ、なるほどね。これとかね、一家に一台コンプレッサーで一家に一台いいですか。一家に一台鉄道の知り合いにもらえそうなってことだったんですけど、なるほど、一家に一台。なるほど、コンプレッサーで動きますよ。あ、これも本物なんでしょうね、使ってる杭ね。あ、僕もうこれは家に、実家にあの某あの某丸色の電車の会社さんの。あ、マジで、あんの。うん、はい、え、それはこんな風に書いてはないですよ。キロ表書いてます。あ、何キロって。なるほどね。線で使ってわかるっちゅうね。おもろいな。立派ですね。せやけど、ありがとうございます。この茅鉄道資料館っていうのは例えば何曜日がお休みとかあるんですか。一応平日は休みで。なるほど。土曜休日と祝日に空いてます。ゴールデンウィーク中はずっと空いてらっしゃるんですか。空いてますよ。でも月曜日と金曜日は平日なんでお休みとなっています。なるほど、承知しました。ご丁寧にご案内いただいて、ありがとうございます。これなんですか。これ、ね、あ、じゃあクイズにしましょうよ。これほう、あの岡山の、まあ、視聴者さん少ないと思いますけど、はい、多分これあの急行津山で多分これで人あの見てる人いっぱいいると思うんで、これ何か分かる人じゃあのコメントで、コメント欄に入れて。なるほど、正解した人は抽選でなんかプレゼントしますから、はいはい、あ、マジで俺かよな。口出せないんでデニムさんからなんかあのプレゼント、はい、なんかないかもしれない、はい、あるかもしれない、なんか考えます。ぜひコメントでこちらの、はい、池宮さんね、はい、これ今後ろがあの茅鉄道資料館なんですけど、はい、茅鉄道の廃線跡があるの。廃線跡というか、ここ走ってましたよみたいな感じで、はいはい、さっきあのごめん池宮さん、著作権フリー言ってくれてたあの方えではない。違うかえ、これ入ってええとこなの。これ大丈夫です。サイクリングロードだ。ああ、え、まさか線路跡があんの。線路跡というかもう別にサイクリングロードになってる。あ、なるほどな。あ、これか。なるほどね、線路のデザインにしてんねや。ここに線路が走ってたんですね。ああ、なるほど。それで一応あのトイレが駅舎風にしてあるという。ああ、あのトイレ。はい、なるほどな。駅の看板風になる。ここ、あ、そうなんですね。ちょっと見に行きます。あ、見に行こう、見に行こう。ここに電車走ってたんやな。これ電車じゃなくてその頃は汽車っていうの。やっぱそうです、電車。なんかよう言われんねん、そのあ、電車じゃないんです。鉄道っていうのがめんどくさい。もういいやん、鉄道でも電車でも汽車でもあかんの皆さん。あ、これね、あ、駅名場みたいな。はいはい、これは実際のその駅名やったんですかね、両方。実際の駅名です。なるほど、はい、大江山鉱山っていうのとその向こうが丹後見、え、丹後見郷市っていうね。はあ、はい、なるほどね。これはでもここだけにしかないんでしょうね今。どうなんですかね、それは。まさかこの向こう行ったらなんかあったりするのかな。ちょっとダイエットかてら歩いてきてるのかな。いや、勘弁してよ。もう最近ちょっと疲れが出てきてますんで。はい、ということで皆さんね、ぜひこの茅鉄道資料館とこの廃線跡も見に行ってください。今日はありがとうございました。あの、すいません、この茅鉄道資料館のボランティアをされてる方なんですよね。このね、ここで撮ったらええって言われたのがこの上の駅名ではなくて、このね、両方に桃がね、それ言われて初めて知りました。食べられないですよ。なるほど、食べられないけども、食べられないけど縁起のいい桃なんです。ということでね、この近辺のお家にもこうやって桃があったりするんですかね。ちりめん街道って、はい、名所あるんです。はいはい、
そこをぜひ散策していただいて。承知しました。桃の数を数えて。あ、了解です。本当に今日はありがとうございました。ぜひ皆さん加谷鉄道資料館お越しください。ぜひまた遊びに来てください。はい、ありがとうございます。なんかいいことありますか。あ、マジっすか。はい、桃があります。はい、ありがとうございました。お願いします。